これはこの方を足したんだね。あ、これが体重ね、はい、こちらだ。5日が495、あ、本当に485、はい、あ、減っちゃった。で、今じわじわ戻ってきてる、あんまり変わらない感じですね。480、チモシーの量もその病院来た次の日とかだけちょっと減ってですけど、うん、今はなんか毎度変わらず 5、6グラムくらい、ね、チモシーは、はい、5、6グラム、ね、食べても5、6、あれが食べるね、はい、ペレットは10グラム、ペレットは10グラムあったので、うんちは200超えてます。うちも200、その食べが少ない時はうんち減りました。ちょこっとだけ減りましたね。でも200近くは、あ、近くは出てた。見た感じの元気はずっとあります。元気だけはめちゃ相変わらずある感じです。それと、どう見えるのは、あ、じゃあちょっとよく見させてみます。はい、やっぱりどういう怒んない、怒んない、怒んない。めっちゃ怒ってる。明らかに怒ってるね、今の声は。ちょっと待って、嫌われてるような顔的に。486、なんか食べ物持ってます今。あ、今日持ってきてないんですよ、うん、今度来るときさ、はい、食べ物持ってきてください。はい、あの、いつものペレットとかチムシとかでいいですか、はい、で、私の手からあげたい。あんまり嫌われると治療も、いや、診察とかしにくくなってくるからさ。そんなに怒らんで。怒らん、怒らん、怒ちゃん。ちょっと軽く溶かしとって、うん、はい、この方でペレットどこの使ってましたっけ。チモシーの極みペレットと、はい、あとこれあげるんですよ。これあんま好きじゃない。あ、新鮮、そんな好きじゃないんだ。チモシーの極みは、うん、でもチモシーの極みは主食じゃないよあれ、うん、本当はこいつと食べて、ふんってされちゃった。ごめんね。ああ、でも今日って朝まだ目薬してない。今日まだしてないです。うん、ちょっと点ってあるね、目やには。うん、これね、そう、まさ目薬しない方がいいですね。その方が分かりやすいね。これってやっぱ毎朝ある点って。毎朝ではないですね。ない日もない日もあります。で、まあ、引き目に見てかもしれないけど、ちょっと目の前の赤みは引いてきたような気がする。前よりかは引いてる、うん、引いてますかね、引いてますよね、はい、なんかただこの点は嫌だね。これ目やにですもんね、はい、好きだと助かるんだけどね。うん、でも、はい、じゃあ後でね。はい、ちょっとお腹探して。あんまり好きじゃないね。ごめんね、お腹探す。もうこれやめなさい。はい、じゃあ顔こっちに向けて。はい、この色。いいよ。上の歯が向きがちょっと短いよね、うん、普通1対3だからさ、2か3ぐらいだから、うん、上が折れちゃったから。上はでも黄色いけど下がなかなか、これチムシー食べるとなかなか上がってくるんだよね、色が。はい、もう一個ね、こっちからさ、いいよ、それから耳もちょっと入れさせて。ここにもそんな大したことやってないよね。転換してお腹です。よしよし、ごめんね。じゃあまあなんとかドラコナゾールは大丈夫そうですかね。飲み薬ですか、ね、は飲ませてます、うん、いや、あの一般状態は落ちないね。あ、そうですね、あんまり変わらない。病院は次の日ぐらいですね、はい、かえってその病院のストレスってことね、はい、すいません。ごめんね、ちょっとこれ体を持って、はい、ラクサトーマちょっとこれみんな大好きなのにさ、なんであんた好きじゃないのこれ、はい、こんなぐらい。こうやってさ出すとさ、
舐めに来る子は6割。そうですね。うん、で、4割の子は嫌い。まあ 100% 好きではないんだけど。はい。じゃあ軽く溶かします。明るく溶かして。で、まあ、あの、健康チェック表がさ、換気の検査の代わりになります。はい、だから、なんかおかしいなと思ったら、はい、要は薬飲んでてどんどん体重が減っていくとか、食べが減っていくとか、うんちが減っていくとか、そういうことがあったら薬あの止めて相談してくださいね、はい。で、なければちょっと飲ませておきたいですね。はい、まあ、結構ね、鎮痛に私、イソラコナゾール使うケースが多いんですよ。割と鎮痛ってさ、皮膚腫瘍菌症多い。なんか他の動物に比べると。なんかそんな気がするんですけど、で、6割ぐらいかな、イソラコナゾール使うのは。4割、3割。は使わないから、でも7割ぐらいは使わんと治らん、うん、で、まあ実際使って健あの一般人が落ちてる子は今のところはない、うん、でもね、まあやっぱりしっかり見とかないとね、はい、引き続き飲み薬も目薬もそう両方、そうですね、はい、両方やってもらっていいですか、はい、でなるだけさ、チモシー食べてほしいね、この子の歯の人の考えると。全然なんかこうチモシーもう一人の子も食べないの、持ってる子はなくなっちゃってるので。あ、この子なくなってるんだ。じゃあこの子だからね。そうですね。食べないんだ。手でも食べないの、チムシ。あんまり食べないですね。じゃあどの銘柄でもあんま食べてくれないです。で、じゃ あのこれも手で食べない。ペレットとかお腹空いてたら食べますね。これ新鮮セレクションも。それはあんま食べないでしょ。だから極みでしょ、食べるの。極みとオックスボーンのなんだっけ、なんか。あ、じゃあ過酷な飽きやすくなっちゃう。入れてあげて、はい、どうぞ。全然好きじゃないや。出たいの、出たいの。出てくるとなんか治療だよ。出たいの、オキシマ出たいの。はい、どうぞ。はい、一個置いておきます。これも開封されたらずっと捨てちゃうんで、あ、はい、ありがとうございます。お家で使って、あのチンチラセレクショングルテンフリーってやつですね、はい。それはとてもいいから、それを体重に 2% 多少だけ食べてくれるんですけど、うん、あんまりいいですね。食べたらめっちゃ褒め立ってください、はい。それからあとね、もう一つね、1、2、3で知ってます。食べさせたいのをさ、3番目に持ってくるわけ、うん、と1番と2番を極みを、ほんのちょっとですよ、でかいわけで。極みを食べさせて、ちょっと間を置いて、また極みを食べさせて、で、ここは間を置かないで3番目にペレットとかチムシを、1、2度3、いや1度に間を置いて、2度3は間を置かない、そのままの勢いで、でそこで3にその今のチンセレとかチムシーとかをやるという方法も、で騙される子はたまにいます。でもダメな子はダメですし、最初大丈夫でもだんだんダメな場合もあるんだけど、でも一応そういう方法もあるんでやってみてください、はい、はい、じゃあお薬ね、ご用意します。ありがとうございます。